超級リーグ、終わる。ACL 2023-24 東地区プレイオフ第4試合 PO4 試合終了、上海開港に 3BG パトムユナイテッド。え、マジ？上海上港負けたんか。3年ぶりに1軍メンバー、そしてオスカルなど今でも豪華メンバーがいるのに、このありさまなのか。上海もすっかり落ちぶれてしまったな。中国勢がめっちゃ強かった時代が恋しい、あれこそ東地区 ACL って感じした。すごい、ティガシンとチャナおめでとう。ウレイとチャナキップががっちり握手して引き上げた後にユニフォーム交換しようとしてたな。パプムの3点目アシストしたのチャナキップか、 ACL 出てチームで出てくるチャナキップは日本勢にとって普通に脅威。中華超級1位53上海ボート2位41三東3位41上海新華4位38北京クニアスを追い、中国首位型相手にホームでこの負け方すんのか。パプムは開幕2連戦勝ちなしと状態はそこまで良くないのにな。それに昨シーズンはリーグ9位だった。元祖キンマンサッカー。